アローラー、ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。ということで、ウルトラホール探索レッツゴー。まだ残ってる伝説、純伝説に会いたい。ダイス。結構来てるんだけどな。やばい、赤だ。赤、もういません。まずい。でも色違いっていう時もあるよね。4679光年先のところまで来ました。イエイ。いる？何かな。セバのチルタリス出てきた時に色違いじゃありませんでした。メガヤンマっぽいね。色違いじゃね。メガヤンマってあのやっぱり、え、待って、青なんだ。知らなかった。私あのすでにメガヤンマは持ってて、通常緑だよね。あの差し押されてなかったら、あの脇の方にこう、これが通常色って入れとく。なんか忘れてそうな気がするけど入れとくね。忘れないようにします。よし、とりあえず電磁波かけて峰打ちとかだよね。なんかそれ峰打ち最後一回決めて、で捕まえよう。そういえばなんだけど、クイックボールすっかり忘れてたよ。毎度のことながら忘れる。モンスターボール投げよう。大丈夫じゃないかな。でもなんかネストボールとかでもいける気がする。ネットボールとかネストボールでもいけたりするかもしれない。そっち投げた方が良かったかな。あれ、あ、来た。いっぱいいっぱいじゃないや、一回いっぱい、え、やったね。色違い、これで2体目です。やっと2体目だよ。嬉しい。イワパレスからのメガヤンマ色違いゲットしました。結構出ると聞いてはいましたけど、私はまだ2体です。だいぶね、もうゲットしてるよっていう方もコメントもいただいてるのでわかるんだけど、やっと2だ。嬉しいね。色メガネ色メガネなんだね。虫飛行タイプだからやっぱりなんかネストボールでも良かったのかも。やんちゃな性格、打たれ強い子でした。ボックス送っときます。次の探索もう一回行こう。いや嬉しいね。やった、また赤。二重のオーラだけどさ、私赤に入るの多いんだよね。5348光年先、結構奥まで来たでしょ。これ何出てくるんだろう。メガヤンマとかじゃないの。あれ、何今の。色違いじゃない。シンボラって色これじゃないよね。これじゃないのはわかるんだけど、何色だったかって入れとくわまた得意なの脇に入れとくわ。これすごっ。初めて会いました。ここね、チルタリスとメガヤンマにすごいよく出会ってたんですけど、シンボラは初。え、クイックでいけたの、嬉しい。シンボラ色違いゲットだぜ。これで3体目。今日ちょっと色違い率高いだけど、あの、私あの、伝説と純伝説、まだ出てない子に会いに行きたいんで、伝説ポケモンに会いたいんだけど、違う？ねえ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 、なぜなぜ？あの、ボックス送りまーす。はい。え、今日、調子悪い？調子悪いですか？あれ？会えない？そんな、会いたいんだけど。負けない。もう一回行く。待って。いやだ、赤はちょっと。赤はちょっと。大丈夫かな？緑もちょっと。二重のオーラだったら入りたいけど、わかんないもんね。なんかね、青がね、少ないんだよね。黄色と赤は多分終わってると思うんだよね。まだかな？いや、終わってる気がする。これは？これこれ。通り過ぎないで、私。オッケー。危ない。あの、途中にあるやつ通り過ぎ気味です。毎度毎度。もうちょっと奥まで行けるだろうパターンを作ってしまう。3329光年。いた！誰？何かな？え、待って待って。ひわー！来た！レポート、ス
したよ、レポートした。私この子悪あがきで倒しちゃしまってるから、うん、怖い、どうしようかな。あの願い事で回復されるのがめっちゃ怖いんだよね。ナティアス嬉しい、怖いからとりあえずあの電磁波かけて。ナシカさん、あの自分のこのナティアスとかって自分にかかってるこの異常を相手に移すみたいなのあった気がするから、確かうる覚えだけどあった気がするから、電流のままだったら麻痺移されないからこのまま行きたいんだけど、でも峰打ちしたいよね、怖いもんね。しかも今ね、気づきました、クイックボール忘れたから電磁波かけた後に投げてみた。忘れるなよって感じだよね、もういっぱいいっぱいだよ。ほんと悪あがきだけは勘弁してもらいたいので、なんとか早いターンで決めたい。雷パンチは何回か入れても大丈夫なはずだから、とりあえずある程度までは雷パンチで削って、竜の波動とかちょっと怖いからそれ絶対しないし、パワージェムもいけた気がするんだよな。 OK、 マークも怖いけど、もう一回いけそう、もう一回雷パンチいけそうな気がする。恐ろしい。でも変わろうかな、どうしよう、いけるよね多分。これ倒れたらさ、ショックすぎなんだけど、よし、エモしたくない。もういいよ、竜の波動とか大丈夫だよ。天竜15、危ない、急所当たってる。投げよう、変えるか投げるかだけど投げよう、とりあえず投げる。モンスターボールから、今ターン分かんないや、どうしよう、もう本当にあの倒したくない。違う、倒したくないじゃない、倒れてほしくない。マグルアガキとか本当に勘弁してくれ。天竜が倒れちゃった、どうしよう。せっかくだから峰打ちしようかな、アブゾルに変えて峰打ちし始めてる時にどっかのタイミングで電流を戻す。アブゾルどうする、峰打ち一回しよう、一回でいけるかな。オッケー、サイコシフト、これだ、これ変えるでしょ。ほら、麻痺シビル取れてる。人気のかけらが必要です。電流、あ、どうしよう、変えてもいいかな、今いいかな、どうしようかな、変えてから満タンとかいいかな。すげえ不安、すげえ不安だよ、どうしよう、どうしようしか言ってないけど、やばい、本当に悪あがきだけはやめてほしい。電流どうする、電磁波かけよ、ミスターボール倒れるんじゃない、あー、ギリギリ、もう怖すぎる。で、次で満タンしようね、電流どうしよう、満タンする、投げる、いや満タンでいいよね、ちょっと怖い、電流満タンにする、もう麻痺取れるの嫌だ、麻痺取られるの嫌だ、スーパーボール、ターンが分かんない、さっきモンスターボール投げた、モンスターボール電磁波した、アブソルに入地した、3回ぐらいやってる、これで多分4回は確定してるんだけど分かんない、10ターンいってるかどうか分かんないや、どうしよう、とりあえずハイパーボール投げて、夜だったからダークボールも投げてタイマーボールに移行してタイマー押しする。みんなだったらどうする、これ、私もさ、悪あがき怖いからすげえターン数進んでいったら、あのマスターボール投げそうで怖いんだけど、本当にもう悪あがきされたくないよ、ダークボール、あ、そう、レッグーザはダークボールだったんだよな、ダメなの、すぐ出るし、やめてよ、出てこなくていいじゃん、入ろうよ、怖いよ、ラティアス、悪あがきやめてよ、分かんないや、タイマーボールとかじゃなくてこうモンスターボールの方が入ったりもする気もするし、まだ願い事してないよね、この子ね、願い事とか本当にやめてほしいんだけど、スーパーボールもう一回投げる、もうタイマー行ってもいい気がするんだけど、
タイマーボール行くべき？どうしよう。知った。願い事した。本当いいって大丈夫だって回復しなくて。どうしよう。ちょっとタイマーにして一発タイマーボールでこれで入ってくれることを願います。本当私が願い事したいわ。やめて。入れて。お願い入って。ラティアスいいじゃん。来る来る。やばい、着々とこの悪あがきに向かってカウントが始まってる気がする。やべえ、どうしよう、雷パンチするしかない気がするな。デンジャーがかかってるでしょ。竜の波動怖いからできないから、雷パンチ、パワージェム、雷パンチ、ちょっとイスボールとかいって大丈夫だって、押さないでよ。ねえ、特攻下がるじゃんか、パワージェム下がるじゃん。1回ずつ投げます。もうとりあえずあの黄色ラインに行ったら投げる。怖い、ほんと赤まで行きたい。やばい、2回目じゃん、どうしよう。もう1回やっとく、雷パンチ。うわ怖っ、よし、あもう怖いよ、あもうちょっとうまく回せ。また回復してる、また回復してる、パワー全部する。特攻どれぐらい下がってるの。もうそんなでもないな。ねえねえラティアス、もういいじゃん、入ろう。結構 いるよ今投げてるよ私。ねえねえ雷パンチ結構してるよラティアス、お願いだよ、入ろう。ねえタイマーボールだよ、入ろう、来る。本当にやばい、悪あがき超怖い、どうしよう。え、どれぐらいのターンいけるんだろう。結構さっきしびれてて動かなかったから、え、40ターンぐらいまでは多分いけるよね。4つ技があって全部 PP10 だとしても40ターンぐらいまではいけるけど、もうなんか今すでに何ターン目か分かんない、やばい、どうしよう。とりあえず峰打ちしてなんか下げていくしかないんだけど。竜の波動、へえ、ある程度削って峰打ち黄色くなったら投げようね、アブソルそうしよう。いやまださすがにダメでしょこれ。半分ぐらいだもんね。アブドル大丈夫？しびれて動けない。よし、チャンス。ミニ打ち。あ、もう投げたい。もう投げたい。もう投げたいけど、どうしよう。満タンの薬使わないと、危険な気がする。願い事やめてくれ。本当に。はぁ。最後シフトは、今ね、麻痺のままにしてるのは、これの、影響を考えてアブソルは麻痺のままにしました。回復の薬使ってあげればよかったかもなんだけど、怖い。よし、救助来た、ちょっと投げよう。タイマーお願い、一回も回んない、どうしよう。深呼吸だ。タイマーボール一回やめてダークボールにする。落ち着け、落ち着いてくれ私、どうしよっか。今どれぐらい残ってんの、あとどうしよっかな。いや本当にマスターボール投げそうで怖い。モンスターボールを一回挟む、でタイマー戻ろうかな。もしかしたらモンスターボールの可能性もいっちゃうんじゃない、ワンチャンありだよね。出るかない、可能性的にはない。いやありそうな予感だけど、また願い事すんすか、ラティアスさん、いいじゃねっすか、どうしよう。いやマジ怖い、ネットネスト、いやそこないよね、タイマーかな、やっぱりお願い。いいじゃん、もうさそろそろ入ろう、来る。しびれて動けない、回復するし、マジで。どうした
たらいい。今願い事3回ぐらいやってるよね。 3回ぐらいのぞ、3回どころじゃないのかな。やばいんだけど。本当あの天国へのカウントダウンとかじゃなくてさ、あの某アニメじゃないんだけどさ、あの悪あがきにカウントダウンが入ってるんだけど、どうする。もう一回だけやって投げる。赤のライン行かなくてもいいや、とりあえず投げる。怖すぎなんだよ。でも竜の波動も結構数やってるよね。なくなってる気がするもん。やばい竜の波動アブゾル、やばい、どうしよう、倒れた。電流に変える。もうちょっとこう怖くて削れない。投げるしかない。アブソルが戻ってくるまで投げるしかない。タイマーボールを投げる。お願いしますよ、悪あがきは怖いよ。あれ、やった、めっちゃ嬉しい。なんでこんなに、すっごい残り少ない気がするから、あの強さを見るでめっちゃ見るね。あーよかった、ラティアスゲットだぜ。やったぜ。あ、これないよ、あと9ターンで悪あがきだったよこれ。危な。そんなこの子はあの特性冬でございます。そうだよね、みんな知ってるよね。私もそうだと思ってた。図太い、ね、これあれでしょ、あと10ターン目で悪あがきしてやるぜって思ってたかもしれないもん。怖っ。よかったー。ということで無事にラティアスゲットできました。最後までご視聴ありがとうございました。ほんと嬉しい。危なかった、マジで。もうこうなってくると本当にもう1回された日には、3回目で会った時にはもうマスターボールを投げるみたいななりそうな予感だったね。それではまた、 See you!